世話女房ぶりも板についてきたじゃないですか、副主任。何にやついてんだよ、冨樫。大体なんだその世話女房ってのは。さっさと残りのゼータまとめろって。やってますって。いつもそう言って照れ隠しするんだから。冨樫、何か言ったか。何も言ってません、空耳です。ったく。どうした、まだ納得いかないか。いえ、決してそういうわけではないのですが。気持ちは分からなくはないけれど、さっきの状況だって見たろ。主任だって慎重にもなるさ。それに、そうか、君は先月転属になったばかりだったな。なら知らなくても仕方ないか。2年前の事故のことですよね。噂ぐらいは聞いてます。細かい事情は知りませんけど。だろうな。はあ、またか。仕方ないな。よかったですね、二人きりになる口実できて。ついでに食事にでも誘ってみちゃどうです。こっちは僕らでやっときますから。行くときは行かなきゃ。そんなんじゃないって言ってるだろう。本当にもう。じゃあちょっと渡してくるよ。頑張って頑張って頑張って。ったく、好き放題言ってくれちゃって。僕だって行けるもんなら行きたいさ。